ございます。カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カムイのヒーローです。よろしくお願いします。はい、この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービースカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、今日はですね、はい、9月3日なんですけど、もう9月入ったよ。入りました。そして皆さん、たくさんの方に、カムイ映画祭りをお越しいただきまして、どうもありがとうございました。はい、4作目、頑張ってます。はい、頑張ってます。あの絶賛、微調整中ですので、絶賛微調整中ですので、はい、9月16日からのね、ドラゴン映画祭2022in新世界、はい、で初上映する形になりますんでね、皆さんね、お待ちいただきたいと思いますが、はい、はい、でそんな9月3日、はい、どんな日なんでしょうか。はい、この日なんの日です。はい、今日はホームラン記念日となっております。お1977年昭和52年の9月3日、はい、後楽園球場で巨人の王貞治選手が通算756号ホームランを打ち、それまでアメリカ大リーグのハンク・アーロンが持っていた世界記録を更新した日となっております。いや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 、これね、覚えてます、うん、覚えてます。何歳やったんですか。はい、小学1年生7歳ですね。7歳。はい、まあ、僕は29日生まれなんで、9月29日なんで、7歳になるちょい前ですよね。ああ、そうですね。でね、本当ね、僕だから巨人のファンっていうより、王貞治のファンだったんですよ。王選手、だから世界のホームラン王、ね、CM とかでもね、やってましたもんね。なんとかは世界のホームラン王だって言いながら、なんかこう王選手がこうカチンって打つみたいな CM があったりとか、なんかそういうので、もうなんかでも当時はもうヒーローでしたもんね、その選手って。555号とか打った時はもう絶対この人世界一になるってみんな信じてたけど、まああの時はだからテレビとかでももうそのね、特集でもずっとあれやし、大貞治物語とかドラマができてたりとかね。そうなんです。 CM 出てはったの知らない。知らない。ボンカレーとか。あ、ボンカレーも。オルナミン C とか。だからボンカレーは、ボンカレー、世界のホームラン王だ。オルナミン C はいろんな方出てはりましたね。そう、うん、あれはね、いろいろ出てはりました。いやもうだから僕らの時代で言うと、やっぱ王選手というと、もう本当にヒーロー中のヒーロー。ホームランですね。だから日本人で初めてその世界に通用したみたいな感覚ですよね、スポーツの世界でね。はい、はい、そしてもう一つ、はい、ドラえもんの誕生日です。来た、おめでとうドラえもん。俺実はドラえもんと同い年やね。はい、そう昭和45年9月3日生まれやからです、いやまあでちゃうのよ、本当はちゃうねんけど、はい、実は昭和45年の何年生やったっけ、小学何年生の、やつで連載が始まったのよ。だから一応昭和45年から始まってるので、ドラえもんの漫画と僕は同い年なんです。はい、それで、誕生日はね、本当のドラえもんの誕生日は2112年の9月3日の設定となっているそうで、まあね、22世紀からやってきた、20世紀にね、やってきた、タイムマシンでやってきた猫型のロボット、はい、ドラえもんの誕生日です、はい、という人になってます、ね。はい、これだから全部1293なんですよ、サイズとか なんか何かに、数字が出てくると必ず1293、身長 129.3センチ、ウエスト 129.3センチ、で体重 129.3キロ、まあまあ重いです。まだちっこいのに。そうで、普通に考えたらさ、伸び毛ってさ、木造家屋やんか、そうですよね。で、廊下も木やしさ、階段も木やんか、だからあんなとこ 129.3 センチがさ、どんどん駆け上がったり降りたりとかしたら、ね、間違いなく壊れるやんか、壊れるやんか、一応これね、設定があって、あれね、なんか起毛式かなんか分からへんけど、直接物に触れなくても設置は一切してない。へー。で、だから
例えば地面の上に乗っかってる時っていうのは、はい、そこに全体重はかかってない、あ、浮いてるんです、浮いてんねん、実は数ミリ浮いてんねんって、すごい、だからあの 123.9 キロが、はい、あののび太くんの部屋で、あのどんどんやってても大丈夫ということらしいです。おー、そういう設定が、そういう設定があるらしいですね、はいはい、すごいですね、設置しないとなんか今の時代にいいですね、ね、あの触れない、ね、非接触そうですね、触れない、その技術が何かに転用できるといいよね、そうですね、ね、うん、そうそうそう、あ、だからあれなんや、あのドラえもんはなんかこう触ってもウイルスがつかないんだ、そうですよね、ね、あの誰か知ってる人はあのこの技術をもうちょっとこう、あの、ね、突き詰めていただいて、はい、うん、非接触技術としてね、はい、ぜひ特許取っていただいたらいいんじゃないかなと思いますけど、はい、はいはい、この避難の日は終わり、はい、はい、ありがとうございました、はい、ということで今日のですね、はい、このプレゼンありがとうございます、はい、なんですけれども、はい、まあ、先ほどもちょっとちらっとね言わせてもらいましたけど、ドラゴン映画祭2022 in 新世界、まもなくですね、まもなくです、まもなくです、そして4作目トモルの、上映もそこでなのでもうまもなくなんですけども、ね、ある人物からちょっとですね、はい、メッセージが来ておりますので、お、はい、ちょっと見ていただきたいと思います、はい、はい、皆さんどうも、ドラゴン映画祭主催のドラゴンです。今日はですね、僕がこのスタジオに行ってバシッとご宣伝したかったんですが、カバの上映でね、奈良に来ております。ちょっと大阪にいないでね、今日は僕たちのじゃないな、僕の大切なしもべたちに、宣伝をお任せしておきますので、任せてますので、皆さん聞いてあげてください、お願いします。翔平くん、ケンケンくん、さくらも来てくれてるのかな、頑張ってね。はい、ということでですね、はい、しもべしもべしもべ、はい、はい、あれあれドラ、奈良から間に合わなかったんですか、おー、うなずいてる、うなずいてるそうらしい、なんか風邪ひいてるの、ああ、オッケーオッケー、はい、はい、そうなんや、間に合ったんや、んで翔平くんですね、はい、はい、翔平です、はい、よろしくお願いします、お願いします、まあ、あのドラゴン映画祭のスタッフをしていただいてまして、今日は、ドラゴン映画祭の、はいはいはい、そうそう、あの大丈夫よ、これ、まあ、あのちゃんと出してるから、ね、あ、はい、画面上で出してるから全然大丈夫ですよ、はい、はい、喋れるか、大丈夫か、はい、頑張りますちょっとあの監督にいろいろ、ああ、聞きながらね、あ、そうそうね、ドラゴンからね、はい、ドラゴンからいろいろ、はい、OKOK、分かりました、はい、ということでですね、このドラゴン映画祭、まあ1年ぶり2年ぶりぐらいなのかな、はい、の開催ということになるんですけども、はい、はい、まあ、その時は全然知らんかったもんね、そうですね、その時まだまだ知らない、カバの上映の後やもんね、そうですね、そうなんですよ、この人ね、すごい人で、あのカバの映画を見て感動したんで、カバの映画の場面写真みたいなすっごい綺麗な水彩画になる、水彩画ですね、水彩画をいっぱい描いて、ですごい上手やからっていうので、ドラゴンがこれ売れやみたいな話で、あのカバの会場で、あの、ちっちゃいこんな、ね、写真みたいなやつにして、はい、販売してるという、で別にもともと画家とかそんなんでもないっていうね、はい、なんかね、よくわからない、ぬるっと入ってきて、ぬるっとそのままなんかそういう感じになってる、でしかも、もともとお家はどこですか、もともと今神奈川、神奈川なんですよね、はい、神奈川なんですよね、はい、ということでわざわざ今日はこれの出演で、はい、このために、はい、来ていただいたということなんですよね、はい、翔平君でございます、はい、よろしくお願いします、はい、ということなんですけども、はい、この場所がねすごいんですよね、そうですね、ね、はい、あの新世界東映っていうね、はい、はい、あの老舗 の映画館なんですけども、本当に、はい、通天閣のもうもうすぐそばですね、はい、はい、だから大阪の人も ね、あんまり通天閣行ってない人ってあんまり分かんないかもしれないですけど、新世界とかよく行ってる人とかはもうこの新世界東映といえばああっていう、そういう場所だったりとかすると思うんですけどね、はい、はい、そうなんですよね、あの監督、あ、そうです、
新世界ですもう先に言うて先に言うて後から言うて臨床感を変えるそのようにはいはいはいそうねはいこれおもろいんかなこれごめん俺が仕掛けてんけど俺ちょっと失敗したような気がしてしょうがないけどはい、でこれがですね参加監督は何人ですか。はい、参加監督は48監督、はい、そうなんですよ、はい、48人ね。そうですね、4日間、はい、16日17日18日19日と、はい、金曜から、まあ、祝日の19日月曜までね、はい、4日間、この新世界東映っていうね映画館をもう借り切って、でしかもそれスクリーン3つあるんですよね。はい、3つあります。はい、3つありまして、この3つをフル回転させて、全何作品ですか。60作品。お前スタッフやと覚えとけ、はい、お前それはドラゴンに聞かんでもいいから48監督60作品な。はい、そうそれね、はいはい、ということですよね。はい、はい、ねえ、だからその60作品なんだけど、これ繰り返しやるやつとかもあるしね。そうですね。で、はい、まあ、もちろん1回しかやらないやつとかもたくさんあるんですけど、でしかもねこれね今回の面白いのはね、飛び入り枠っていうのがあって、枠は開けとくからやりたいやつ言うてきてなっていう、枠とかもあって、まあ、そこへもまたなんか、いろんな監督からねオファーがあったりとかして、最終的に48監督60作品という、はい、ね、すごい感じなんですよね。そうですね。しかもこれ結構ほらね、すごい監督とかの作品も入ってるのよね。そうですね、うん、大御所のドキュメンタリー、ね、大御所のドキュメンタリーで大監督って言ったら、原和夫監督ですか。そうですね、水俣曼荼羅ではありませんあれ6時間になるからね6時間ね、さすがにね、スクリーンを占領されると他のやつが書けれないんで原監督すいません、水俣曼荼羅だけはちょっと外しました、はい、普段本当に劇場で見られないような作品とかが、はい、もうかなり多く上映されるので、ね、はい、かなり楽しんでいただけるかな。そうですよね。だから割とメジャーな監督なんだけど、そのメジャー作品ではないんだけれども、うん、そういう監督の作品がまた見れちゃうとかっていうのも面白かったりしますね。だから白石和也監督とかね、結構まあなかなか、いろんな作品をやってらっしゃるんですけど、まあ、今回出していただく作品もなんか短編の面白いやつ出していただいてるみたいなんで、はい、いろんなやつがね、はい、また見れますんで、はい、チケットがどうなってるんですか。はい、入場料が、はい、入場料が1日見放題券が3,500円、はいはい、そうなんですよ、はい、1日ですから、はい、ずっとやってるから。そうですね、その間どれ見てもええっていうね。そうですね、スクリーン3つありますから、はい、3つ同時には見れないんで1個ずつ渡り歩くにしても、はい、見たいやつどんだけでも見れますからね。そうです、スケジュールを組んだりして、はい、見るのも楽しい。そうなんですよ。で当日会場でもパンフレット配ってますけども、はい、ちゃんとスケジュールどういうスケジュールかっていうのをね、見ていただけますので、それ見ながらこれがいいなこれがいいなってね選びながら、やっていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、多分2本見たらもうそれだけで元が取れます。あ、取れる取れると、はい、普通に考えたらね、はい、普通に考えたら、まあだから短編やったら3本ぐらいで1個ぐらいかもしれないですけど、いろんなその、はい、この3500円は十分、はい、元取れますからね、はいはい、でこの3500円が、はい、安くなるんですよね。そうですね、はい、こちらの3500円なんですけど、はい、まあ、このドラゴン映画祭を SNS で拡散、うん、シェアしていただければ、はい、500円引きになって1日が3000円、はい、ね、はい、そうなんですよね。だから一番簡単な方法言いますね。会場来るでしょ、で会場にドラゴン映画祭のポスターとか貼ってますので、それパシャってしゃべってでツイッターでピュって来てるよとか、はい、なんかハッシュタグドラゴン映画祭2022とか入れて来てみたよとかピッて上げてくれたら、それを、受付で見せると500円安くなります、はい、500円安くなります、はい、ですので、はい、こんなんやってる映画祭なかなかないよね。そうですね、聞いたことないと思います。いや、てか500円安くするって相当すごいと思うけどな、はい、はい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 、まあそんな感じで、で、あとあれですよね、3日投資券とかね、はい、4日投資券とかね。4日投資券は1万円なので、はい、いや1万円でしょはい、めちゃめちゃ安いやん。そうです、1日にもう2500円、ね、1日2500円で、はい、全部見られるっていうのだけでもすごいと思うんですけど、はい、
それ4日間分で1万円しかしない、はい、これだいぶ安いですよね。そうですね、はい、で3日投資券が7000円だったりするんで、はい、はい、もうまたお得になってますので、だいぶお得めちゃめちゃ、ね、はい、はいはい、ね、今回は頑張って、はい、はい、頑張った。めちゃめちゃ頑張りました。あ、頑張ったんや。小学校は何頑張ったんや。そうですね。うん、まあいろいろちょっと、はい、いろいろそうですね。どんな頑張りをされたんですか。今回スタッフで。まあいろんなちょっと監督が頑張ってるところを、はい、頑張ってるところを一生懸命応援したりとか。応援したんやな。応援したんやな。頑張れ。大事。はい。まああとは一応僕関東なんですけど、うん、関東にもちょっとドラゴン映画祭のスタッフがいて、うん、そこでめちゃめちゃみんな配ってくれてるんですよ。うん、ああ、そうそう。関東でもね。このチラシをね。配ってるんですよ。僕も配りに行ってますけど、はい、都内のミニシアターは多分もう全部受けくれてるんじゃないかなという感じでしたけど、はいはい、まあだからこれちょうどね、だから金曜日からなんで、まあ3連休とかね、17日18日19日とかやったら3連休取る人とかもおるはずなんで、まあそれで見に来るとかっていう可能性もね、まあはい、ありますから、だったら、はい、はい、ちょうどだから19日が祝日なんで、ここへ絡んでますから、ぜひですね、はい、それをうまいこと使ってですね、関西だけじゃなくて、関東からもね来ていただければね、ぜひ嬉しいですよね、はい、お願いします、はい、じゃあそろそろ時間なんで、はい、ドラゴンなんかありますか。なんか面白いので見に来てねということで OK、分かった、分かった。はい。ということで、ここまでドラゴン映画祭なんですけど、もう一個僕どうしてもこれはね、ドラゴン映画祭言えたらこれ言うとかなあかんやつがあるんですよ。はい。まあ、カムイとしてもそうだし、僕としても、4作目の映画ですね、トモルという映画なんですけども、この主演女優の桜若菜が来てくれてます。はい。はい、ということで、桜若菜です。はい。今日ね、別の撮影やったんですけど、終わってそこを駆けつけてくれたんですけども。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、ともるですね、はい。いよいよですよ、はい。いよいよですよ。何、一番苦労した何が一番苦労した、やっぱり、うんうん、天気ですよね。じゃあもう天気やばかったよな。ね、初日とか2日目とかのザザぶり。すごかったですよ、ね。やばかったよ、ね。しかも外撮影がすごい多かったじゃないですか。そうそう、雨の日と晴れの日の差が激しくて、うん、そうそうそう、いやーやばい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 、あれはもう本当にグレーディング泣かせですよ。つながりとか、うん、あと室内で撮るときに限って、うん、はいはい、外がめちゃめちゃ晴れてる。そうやねそうやねそうやねすごい天気で左右されますってね。喫茶店の日とかめっちゃ晴れてたもんな。そうですねでも案外中で長いこと撮影してるしな。そうです、そうやね、はい、まあまあそういう苦労はありましたね。はい、はい、という、ともるなんですけども、はい、まあ今回ね、桜若菜ちゃんが、初主演作品ということで、はい、今回ドラゴン映画祭で初めて一般の方に、公開するという形になってますので、ぜひね、まあ本人が楽しみって言ってるんでぜひですね、皆さんも楽しみにして来ていただきたいんですけども、いついついつあるんでしょう、はいはい、ドラゴン映画祭の中で。ドラゴン映画祭の初日の16日は、はい、日にちさっき言った方がいいですか。日にち、あ、まあ、今16日言った。16日と17日と19日、はい、3日間やります。はい、4日間中3日間、はい、やらせてもらいます。はい、で、上映場所は、はい、16日が日劇ローズ、はい、で11時半から上映です。はい、で17日は日劇シネマの方で9時から上映になります。はい、で19日最終日も、はい、日劇シネマの方で14時半から上映になります。はい、ね、まあ初日がカバーの後やったっけ、なんかカバーにサンドされてる、はい、挟まれてます、ね、そうそうそう、だからカバーを見に来た人がそのまま見るとか、はい、トモル見てからカバー見るとか、なんか同じような子出てるんでみたいなそんな感じで見れるとは思うんですけど、はい、映画カバーでもご一緒した辻翔くんとか、うん、そうやね、そうやね、辻俊夫さんとか、そうそう、お父さんね、泉恵子さん、はい、とも今回もご一緒させてもらってるのと、はい、あとスタッフの方も、はい、先ほど
った、うん、川本さんも、うん、プロデューサーとして今回もいらっしゃるのと、はい、いやいや、そこ、ドラゴンいるから、ドラゴンいるから、いらっしゃるのと、はい、あと録音で長尾さんが、はい、長尾さんね、はい、はい、いらっしゃって、うん、すごい久しぶりに皆さんとお仕事できて、うん、すごく楽しかったし、うん、またカバーを見た後とか、カバーを次見るとかいうのもめちゃめちゃ面白いと思うので、うん、はい、ああの子がこれやなとか、うん、思いながら見てもらえたら、そう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 、通称君なんか本当に180度違う役やもんねすごいですカバではもうなんか喧嘩上等なやつですけどね、うん、こっちではものすごいね、おとなしい、はい、すごいコミュ障な感じの男の子、はい、そうそうそう、はい、そうなんですよ、はい、はい、まあそういうトモルですので、ぜひですね、この16、17、まあ18はちょっとやってないんですけど19日、この3日間でやっておりますので、ぜひ、桜若菜を見に来ていただいてもいいし、カバーのついでに見ていただいてもいいですし、とにかくこの作品ね、見に来ていただきたいと思います、はい、私も可能な限り舞台挨拶とかにお邪魔させてもらおうかなと思うので、はい、よかったらぜひ来てください、はい、ということですね、はい、ドラゴン映画祭2022 in、新世界、と、その中でやる、映画トモルのね、はい、ご紹介をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、見てね。はい、ということで、このまま終わって、あゆみ、はーい、はい、本日のお知らせに参りました。はい、ただいまですね、3日の日はチョイスの日を行っております、はい、先週ね、グッチョイでお知らせした、はい、ギルティーになっております、はい、そしてもう一つ、後ほどグッチョイで紹介する、はい、紀元前1万年をやっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんね、映画を一緒に楽しみましょう、はい、お越しください、はい、そしてね、平日フリースペースカフェをやっております、はい、ちょっとね、ちょっと映画の撮影とかの、うんうん、業務に入ってしまうので、はいはい、お休みもあるんですが、はい、やってる日は必ず皆さん、必ずじゃない、お越しください、必ずじゃないな必ず、すごいな、必ず来てください、必ず来てください、来てくださいあ、でもあれやったらええんちゃう、あのなんか、あの SNS 割引みたいな、ああ、うん、こんな感じで、そうそうそう、ね、だからあのマテリアル の、はい、あの看板とかピッてやって、あのハッシュタグマテリアル谷町とかって入れて、はい、でそれをそれをあの受付で見せてくれたら100円引きとか、うん、いいんじゃない、いいですね、ね、ね、グッチョイとかも、ね、いいかもしれない、ね、SNS 割引やるかもしれないんで、はい、あの来て受付に言ってみてください、はい、トライしてもらって、うん、あの100円割引してくれればラッキーと思ってください、はい、見せてくれて ありがとうございますだけど拡散しましたよ、ありがとうございますありがとうございます、スタンプがありますよね、スタンプがあ、なるほどなるほど、来店、はいはい、スタンプがあって貯、はい、まると、はい、いいことがあるみたいなのもあるので、はい、はい、ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ、はい、またね、今後のイベントなどは、はい、ホームページの方に掲載しておりますので、はい、そちらの方をご覧ください、はい、来る前にね、一回ホームページ見て、そうですね、それか、はい、お電話でもいいです、はい、私が出ます、はいはい、ぜひぜひ、はい、お越しください、はいはい、はい、終わりです、以上ですね、はい、はいはい、じゃあいきますよ、今日のゲッチャー、はい、今日もやっております、はい、紀元前1万年、はい、来ました、はい、来ました、これね、これすごいなと思って、これね、すごいんですよ、2008年はい、制作です、はい、そうです、はい、アメリカ映画で、109分の作品となってます、うん、はい、迫力がすごい、めっちゃすごい、うん、迫力、うん、もうね、いろんな再現度がすごいっていう感じですね、うん、はい、でこの時期ね、なんかね、こういうやつものすごい流行ったんですよ、はい、あの日本でも緒方尚お父さんが原始人やった、ああ、やってるんですよ、そうです、あの現代に原始人が来てしまったの、うん、だから特殊メイクして緒方尚人ですよ、うん、あの元トレンディ俳優の、うん、がもうあの原始人で、ね、色のところを持ってるみたいなやつをやったりとかして、多分それきっかけになるんですよ、うん、はいはいはい、なんか不思議な感じですよね、ね、ね、はい、1万年前どないやったっていうそうですね、じゃあだってね、まあ、してる時代、いやだって1万年前って言ったらもう地形とかもちゃうからね、うん、そうでしょうね、そうですね、だから日本とかももう今形が全然違うかったから、1万年前とか、うん、紀元前ですか、 CG とか、ちなみにここなんかもう海の底ですから、海の底、うん、あ、この辺谷町がギリギリ、うん、
あの海の上に上がってたかもしれないけど、うん、谷町大地だけど、大地やからあのちょっと海の上には出てたかもしれないけど、うん、こっから西側は全部ですよ、うん、川内湖って言ってすっごいでっかいあの湖みたいな、あれ、はい、この頃はね、この頃はね、1万年前は、はいはいはい、誰にも見たことない世界が過去にあったってありますね、はい、はい、CG も駆使してすごく迫力満点な、これなんかストーリーはないの、ストーリーはあります、ありますあります、ね、なんか最初はその狩りとかそんなんから始まるんですけど、はい、これそうやろ、そうやろ、だからあの ローランド・エメリッヒでしょ、だからあのインディペンデンス・デイとか、はい、そうです、あのデイ・アフター・トゥモローとかね、はい、あの要は、あのなんていうの、こういうことが起こったらどうなるみたいなやつを撮るのが大好きな人ですよね、そう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 、やっぱ人、まあ最初はね、人とこう動物の戦いですけど、はい、やっぱり人と人との戦いも出てきますし、うんうんうん、はい、うん、そういうとこですよね、なるほどなるほど、はい、まあ、だからあれなんですよ、その1万年前の人類どうやってこう、はい、マンモスと戦ってたとか、なんかそんな感じの話ですね、はい、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はいはいはい、まあローランド・エメリッヒですから、あのすごいあの映像とかがね、すごいすごいので、はい、ぜひそれをね楽しみに、はい、はい、お待ちしております、はい、って感じですか、はい、はい、ということで今日のグッドバイ、ありがとうございますでした、はい、はい、ということでエンディングでございます、はい、はい、皆さんね、はい、ドラゴン映画祭ですね、はい、あと、まあ、2週間というか、まあ10まあ、今日が3日で16なんで、はい、はい、2週間後の金曜日から感じになるんですけどね、はい、もうすぐです、もうすぐなんで、はい、ぜひ皆さんですね、もうこの17、16、17、18、19、この4日間ですね、新今宮新今宮で降りてください、あるいは動物園前、はい、はい、あるいはどこや、恵比寿町から見てもいいかちょっと遠いけどね、はい、どこが一番近いんですか、一番近いのは多分だから新今宮駅、そうです、ね、かな、はい、あるいは動物園前が一番近い、近いって、だからね、徒歩5分と徒歩7分とかそんな、はい、そんな世界ですね、はい、恵比寿町からは徒歩6分、はい、6分です、動物園前からは徒歩8分、8分かかる、新今宮駅からは徒歩10分、はい、だからね、これね、あの一つのやり方なんですけど、新今宮とかから来るときに、まあ、あの動物園前でもいいんですけど、あのスパワールドの間を歩いていくと結構楽です、はいはい、そうですよね、一本で行けるんで、あ、なんかこうすごい遠回りするとかじゃなくて、スパワールドに一回こうあのこのあの、線路沿いに来んねん、あの、南側じゃなくて北側ね、はいはい、環状線の北側の方を、あの何やったっけ、メガドンキとかを左に見ながらずっと歩いていって歩いていってスパワールドの前出るの、であの階段を登っていくのね、でスパワールドの中を突っ切っていくの、でそうするとあのまずあの日よけになるし、はい、スパワールドの建物が日よけになってくるん でそのままずっと行ったらそのまま階段また降りていくってね、でそうすると意外にそっちの方が楽やし早い、うん、でだってもう降りたら目の前に通天閣なん で通天閣を目指して歩いていったらもうあの新世界の通りすぐ近く、はい、はい、ちょっと曲がったと、はい、非常に分かりやすいと思います、通天閣を目指して歩けばいいんですか、そう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 、通天閣どこやったっけって、あの間違っても安倍のハルカスに行かない、日暮さんは4日間とも会場に、はい、ずっといます、会場のどこかにずっといますはい、もしおらんかったらあのトイレかあの、トイレか昼飯食いに行ってるかなんかやと思います、ね、ひょっとしたらどっかで寝てるかもしれません、あるいは19日にお邪魔しようかな、はい、あ、はい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 、はい、ね、はい、ちょっと3日間、はい、4日間とか初めて仕事なんで ね、はいはい、はい、私たちも行くので、はい、見つけてください、はい、皆さん、まあ、トモローだから見に来るでしょ、もちろんでしょ、でしょ、もちろんでしょ、もうだからトモローお父さんですから、ヒロインの、そうです、お父さん、お父さんです、はい、お父さん、お父さん2人の親もね、微笑ましい心もありますし、はい、
なしもあるんですけど、はい、その辺楽しみにして、ね、いただければいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、はい、ということで、ドラゴン映画祭、16から19日、頑張って皆さんみんなで頑張って盛り上げてますんでね、ドラゴンね、ね最後にドラゴン一言締めて、いやもうこれ生声で言ってる、この映画祭の、まあ、結構あの経費かかってますんで回収せなあかんので皆さん見に来てくださいもうドラゴンボーイ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 オッケーオッケー、ドラゴン周りの人間はこれで腹かかで笑ってるんです、はい、はい、ということで、もう飲みに行きたいんで終わります、はいはい、今日は皆さんありがとうございました。また来週よろしくお願いします。さよなら。